สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel หมีเทพซ่าตอนนี้คุณอยู่กับผมหมีบะครับพบกันอีกครั้งกับเกม Scarlet Nexus นะครับก็สำหรับวันนี้มาถึงพาร์ทที่18แล้วนะครับเรากำลังบุกเข้ามาในเบฟนะครับเพื่อที่จะทำการปิดนะเบฟก็คือ AI ของกลุ่มโทเกสึนะครับตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าผ่านมากี่ส่วนแล้วนะครับแต่ว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยค่อนข้างไกลเลยนะครับよっ
โอ้ไม่ง่ายนะครับมีทางไหนทำให้ต่อยง่ายๆไหมโอ้ยากอยู่นะครับไอเทมข้างบนนะไอเทมนี่เจ๋งขนาดไหนเนี่ยไปยากขนาดนี้นะครับฝั่งนู้นยิ่งยากกว่าเดิมอีกนะโอเคครับเทคเดียวไปต่อแล้วครับน่าจะหมดแล้วแหละ
เดี๋ยวขอเปลี่ยนไอเทมหน่อยนะครับนี่นะครับอันที่เก็บได้มาเฮลบูสต์นะครับโอเคของคางเยโลก็เปลี่ยนได้นิดหน่อยนะครับ
よし、これでいい。ไม่แน่ใจว่าจะถึงบอสหรือยังนะครับแต่ว่ามีจุดเซฟก่อนเข้าประตูแล้วหลังผ่านประตูก็มีจุดเซฟนะเป็นไปได้ว่าเป็นบอสไฟท์นะครับอัพสกิลเอานี้เลยละกันนะครับเบรนฟิลเอาให้เต็มเลยประมาณนี้แล้วกันサボれるな。
เยอะจัดนะครับไม่ไหวละใช้เบนซิลดีกว่านะครับโอ้โหยังไม่หมดนะครับเพื่อนๆอ่ะน่าจะห้องเดียวเลยมั้งบอสไฟแน่ๆเลยこの揺れはまたさっきよりも揺れが大きかった気がするぞ。クナドゲートが成長してるということか。のんびりしてはいられないわ。さっさとこの道の先へ。お待ちください。この声は。私の話を聞いてください。まさか。ママ。母さん。え？何？あれってユイトのお母さんだよね。なんで
ここに。それに重ね、今なんて。これはベイブが作り出したビジョンよ。こんな卑劣な手を使うなんて。バカナは尊い存在でした。デザインチルドレンの成功体であり、レッドストリングス能力の保持者であったのです。お母さんがデザインチルドレン。そしてユイトと重ね、あなた方二人にとっても大切な人。若菜さんは幼い重ねの養育係だったそうよ。ある事件で渡月から亡命したと聞いているわ。私はママが渡月の奴らに殺されたと思ってた。じゃああれはその事件の時の記憶。それじゃあおばさまも渡月から宋へ逃げ延びておじさまと出会ったってこと？保護したのかもしれませんね。スメラギ議長がこの女性若菜さんの渡月関係者と知っていれば。だからこそお二人に呼びかけるためにはこの姿であるべきと考えました。ユイト、カサネ、わかるでしょ。今世界はクナドゲートによって滅亡の危機に瀕しているわ。渡月だけじゃない、スオ、セーラ、このニューヒムカには多くの人々が生きている。あなたたちにとって大切な人たちを救うためには二人の協力がどうしても必要なの。協力？ユイト、ごめんなさい。小さかったあなたを一人にして。でも大丈夫よ。私と一緒に来ればその寂しさも癒してあげられるわ。重ね、あの時の子犬を覚えているかしら。あなたの友達だった小さな犬。このままではみんな死んでしまうのよ。世界中の人たちがあの子犬のように。二人とも私のお願いを聞いてくれないかしら。私と脳をつないで一つになりましょう。レッドストリングスで世界を救うのよ。お前たちの勝手な計画にお母さんを利用するな。ママはそんなこと言わない。そんなもので私は動揺しないわ。所詮は機械が考えた籠絡作戦だ。この二人を随分と甘く見積もっていたようだね。愚かな判断だ。お前たちが愛する若菜の脳は回収され、この私とすでに一つになっているという。何ですって？まさかベイブの中には生体パーツとして人間の脳が組み込まれているということか。それじゃあお母さんは怪異に襲われたんじゃなくて。ベイブ、お前たちが、トゲツがお母さんの脳を奪ったっていうのか。全ては世界の救済のため。何が救済だ？それはお前らだけにとってのものだろう。ママのことで動揺させようとしても無駄よ。この先に私たちを行かせたくないんでしょ。これ以上お母さんを利用することは許さない。ベイブは必ず停止させる。なんだ。全員走る。床が崩れるぞ。みんな無事だな。よかった。ここはなんかちょっとこれまでと違う雰囲気じゃ。嘘、また横が。まずい、みんな走るぞ。つぐみ、どこかテレポートできそうな場所は？
この一本道の他に何も。待って、嘘、みんなガリーが来る。大きい。ต้องวิ่งหนีนะครับไปเลยไม่ค่อยเข้าใจวิธีหลบนะครับเดิมครับก็เมื่อกี้นะครับเบฟได้แปลงร่างเป็นเปลี่ยนรูปร่างตัวเองให้เหมือนกับแม่ของยูโตะนะครับแล้วก็ทำให้เราได้รู้นะครับว่าจริงๆแล้วแม่ของยูโตะคาซานิเป็นคนคนเดียวกันนะครับดูเหมือนว่าแม่ของยูโตะนะครับจะให้กำเนิดคาซานิก่อนนะครับตอนอยู่ในโทเกสึนะครับหลังจากนั้นได้หนีออกไปจากโทเกสึนะครับแล้วก็ไปเจอกับพ่อของยูโตะนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้รู้อีกว่าพวกโทเกสึนะครับจับตัวแม่ยูโตะไปนะครับเพื่อเอาสมองของแม่ยูโตะมาให้กับเบฟนะครับไม่ได้เลยโดนทีเดียวคือไม่ผ่านเลยนะครับไอ้โดนทีเดียวแล้วไม่ผ่านเนี่ยพอเข้าใจนะแต่ให้มาเริ่มใหม่ไกลเลยเนี่ยแบบมานั่งกดสกิปใหม่2รอบเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเลยนะครับมันโหลดใหม่เยอะนะไม่ค่อยอยากเล่นหลายเทคเลยนะครับแบบนี้ใช้พลังเลยใช่ไหม velocity เลย
集中して、足を止めてはダメよ。決め込んでいるようだな。このまま突進してくる怪異たちさえかわし続ければ逃げ切れるか。そうあってほしいけど、ここを抜けるまでは気を抜かない方がいいと思う。ユイトの言う通りだ。まだ奴は本気ではないだろう。みんな警戒を行うなよ。頼む嵐。転落死は回避できたようだな。これがベイブの本体だな。ここからならベイブの全ての領域にアクセスできるはずだ。もちろん機能停止もな。おや、これはすでに処理が走っているぞ。なんか様子がおかしくないか。ベイブが緊急事態用のプロセスを実行しているの。まさか私たちがここまで来たから。何かしら。今一瞬レッドストリングスに似た感覚が。嵐、どうなってるの。これは驚いた。見事にもぬけの殻だ。はあ？殻ってどういうことだよ。そのままの意味さ。これほど何の痕跡も残さず完璧にデータを消し去るとは執念すら感じるね。つまりベイブが観念して自分で自分を止めたってこと。そんな殊勝な心がけならいいが、どう考えても何かおかしいだろう。しかしともかくベイブにはもう何の実行力もない。トゲツの計画はついえたということでいいのか。釈然としないけれど、少なくとも現時点でこのコンピューター群がただのガラクタなのは確かね。なんだ、いきなり通信が。おい、お前ら無事か。おお、渡るか。通信の遮断機構が落ちたんだな。これマジでベイブは機能停止したってことか。
ベイブを止められたのね。よかった。また地震ね。ちょっとずつ大きくなってる気がする。わかる。今の揺れはやっぱり。ああ、クナドゲートの異常が観測された。ちょっと頻度が上がってきてるな。トゲツの計画を阻止できたのは良かったけど、研究データが全て消えたのは喜べないわね。クナドゲートに関係する情報ももしかしたらあったかもしれないのに。ねえカゲロン、強化他にどこか研究データを保存してたり詳しい人がいたりとか。残念だけど、レッドストリングス研究は何百年もかけて行われてきたことだし。そもそもレッドストリングスは謎の多い超能力だ。全貌を把握してるやつなんて誰もいないだろう。そんな、じゃあ手がかりは何も。皆さん、トゲツの関係者でレッドストリングスについて詳しそうな方に一人心当たりがあります。え、一体誰だ。若菜さんですよ。レッドストリングスを持ち、重ねの養育係だった。それはつまり、重ねをレッドストリングス能力者として育てていくだけの知識を持っていたということでしょう。な、何言ってるの。だっておばさまはもう。そういうこと、直接聞きに行けばいいってことね。直接って、おい、まさか。レッドストリングスを使うのか。ええ、他に可能性がないなら私たちに取れそうな手段はもうそれしかない。だけど心配、ユイトの脳にまた負担かけることになるんじゃ。やろう。何もしなければクナドゲートは広がって世界の終わりが近づいてくるだけなんだ。ダメでもともと俺がやれることは全部やりたい。重ね、二人でレッドストリングスを使おう。ならば俺たちは協力するだけだ。それで具体的にどうする。今ここで始めるのか。レッドストリングスを使うには強い感情の起伏をコントロールしなければいけない。クナドゲートへ行きましょう。一度は飛んだ場所だから感覚を思い出しやすいと思うわ。ゲートが開いた時の再現をするんだな。分かった、クナド高速へ向かおう。ตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าเบฟจะติดการทำงานไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวแบล็คโฮลนะครับมันยังไม่ปิดนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องใช้เลสสตริงนะครับย้อนอดีตไปเพื่อไปคุยกับแม่ของยูโตะนะครับถึงวิธีปิดแบล็คโฮลนะครับโอ้โหซับซ้อนเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปกันต่อเลยนะครับThank you.
ดี๋ยวย้อนกลับไปจุดเซฟก่อนนะครับเผื่อเจออะไรจะได้ไม่ต้องไปวิ่งใหม่ตรงเบฟนะครับหลายซีนมาแล้วโอเคจุดเซฟอยู่ตรงนี้นะครับดูท่าทางมีโอกาสเยอะเหลือเกินที่จะเอาเล่นใหม่นะช่วงหลังบอสค่อนข้างโหดนะเดี๋ยวว่าแต่บอสเลยมอนทั่วไปนี่ก็ตีแรงแล้วตรงต้นไม้ต้นนี้นี่นะครับมีเลสตริงอยู่窓ゲートってあんなに大きかったっけ？拡大しているわね。間違いなく。50年後の未来と比べればまだ小さいけれど。ここへ来るといろいろなことを思い出すわ。レッドストリングス。多分行ける気がする。そうか。その感覚が俺にもわかるといいんだけど。俺たちもサスでサポートしよう。皆の脳をつなげば超能力の底上げはできるはずだ。それとどんな未知の危険があるかわからないから、できるだけ早く現代に戻ってきた方がいいわ。そのためには確実に若菜さんに会える日時と場所、そこへピンポイントで飛べるといいのだけど。2009年10月4日、六将市の旧海抜軍病院、そこへ行けば必ずおふくろに会える。おふくろの命日だよ。俺もあの時病院にいたし、間違いようがない。そうか、その日に六将市が怪異襲撃を受けて、病院は今の周防新館に移転したんだったね。分かったわ。うまくできるかわからないけど、その日と場所を強くイメージしましょう。確認だが、僕たち全員で行くのか？10人の集団だと病院ではそこそこ目立つぞ。そのことなのですが、僕の瞬間移動と同じように人数が多いほど脳への負荷が高いのではないでしょうか？それじゃあ一緒に行く人を絞る？カサネ、酷なことを言うようですが、僕はカサネ一人で飛ぶのが最も低リスクだと考えます。ルカ、どちらにしろレッドストリングス能力者以外は一定時間で引き戻されてしまうのでしょう。僕たちが同行することはいたずらにユイトとカサネの負担を増すことになるだけではないでしょうか？それなら俺も一緒に行く。カサネ一人だけで行かせるのは。いや、私もルカと同意見だ。別の懸念からだがね。推測でしかないが、ユイトと幼いユイト、同一人物が出会ってしまった場合、何が起きるのかわからない。仮定の話ではあるが、今回の挑戦の中で明確に避けられるリスクだと私は考えている。けど会わないようにすれば。いや、絶対とは言えないのか。でも重ね一人っていうのは。私は一人じゃないわ。みんながサスでサポートしてくれるんでしょ。それに同じ力を持つあなたがここに残ってくれれば、私がこの時代へ戻ってくる目印になってくれる。そんな気がするの。俺は東大ってことか。わかった。でも無理はしないでくれよ。ええ、約束するわ。ねえユイト、手を出して。あなたのレッドストリングスも貸してほしいの。もちろん。
それぐらいはさせてもらうさ。あの時の再現なら俺の力もあった方がいいはずだ。それじゃ始めよう。イメージしましょう。11年前の海抜群病院、ママに会いに。どこかで間違えてたら家の名を失うことになるぞ。ここにいちゃダメだ。もう無理。後悔することになる。やろうよ、イト。君、上手だから頑張って見つからないようにしなきゃ。あまり遠くに行っちゃダメよ。はーい。あっちの方がいいかな。もういいかい。もういいよ。ユイトはどこに隠れたのかしら。ここならきっと大丈夫。から見えてないよね。すぐに見つけちゃうわ。お母さん？あなたは重ねなのね。私は。ある日にね、届いたの。未来の記憶が。渡月にやってきたあなたの姿がそこにはあったから。レイブは賭けに勝ったと言っていいのかしら。レッドストリングスの可能性を証明したのね。ママ、一体どういうこと？レイブの中枢には過去のレッドストリングス能力者の脳がつながれているの。みんな重ねほどの力はなかったけれど、レイブはその脳を使って疑似的なレッドストリングスを起こした。そしてデータは時を超えて転送したのよ。過去のレッドストリングス保持者にね。転送？じゃあ消去されたわけじゃなかったのね。でもどうしてそれを？レイブの中にある私の脳と引き合ったのね。
ベイブのデータは私の頭の中に転送されたのよ。そんなことが。ベイブは計画がついえないよう賭けに出たのよ。とにかく膨大な量のデータが私の中に流れ込んできたわ。頭が割れるように痛んで気を失って目覚めた時にもたらされた情報に気づいて愕然としたの。これでもさすがに全ての情報を転送したのではないんでしょうけれど、だからあなたが元気でいることは知っていたけれど、今は懐かしんでいる場合ではないわね。時間がないんでしょ。ありがとうママ。クナドゲートのこと何か知っているなら教えてほしいの。クナドゲートを消すには本当にユイトが死ぬしか方法はないの。え、ええ、そうよ。ユイトが生きている限り世界はクナドゲートによって滅びてしまう。そんな死ぬ、なんで。だからこそ私はそうならないように準備をしてきた。挑戦するならレッドストリングスが発言している今しかない。私を重ねの時代へ連れて行って。わかった。理由はわからないけどそうすればいいのね。お母さんどこかに行っちゃうの。待って、その前にユイトを見つけないと。見つけるってかくれんぼの途中なの。大丈夫、すぐそこに隠れてるから。ようやく完成したのよ、ユイトを記憶障害から守るための装置が。それってユイトが今もつけているイヤーカフ。もともとは海抜群病院が作った特別な患者を管理するためのタグなんだけど、こっちは特注品なの。これをユイトが今つけているものと交換すればあの子は大丈夫。その後で未来へ行きましょう。僕が大丈夫、大丈夫になったらお母さん、あのお姉ちゃんとどこかに。そんなのやだ。だったらすぐにユイトを捕まえて。え？あ、ユイト、待ちなさい。こっちは。すぐにシェルターへ避難してください。急いで。君、お母さんは近くにいないの？え？お母さんは。見せたらだ。君も急いでシェルターへ。
よかった、間に合って。ユイト、説明してる時間がないの。これをつけさせて。ママ、若菜さん、あなたのお母さんからお願いされたの。まあ、いいよ。あなたは生きるのよ。大丈夫ですか？怪我をされた方は？この子を安全なところに。ジョー・スメラギのご子息です。わかりました。さあ、こっちへ。ユイト、大丈夫？ユイト、しっかりして。そうだ、思い出した。あの時助けてくれたのはカサネだったんだ。そうだ、カサネ。ベイブの見せたビジョンと同じ。ということは、母さん、なぜだ。おい、カサネ、一体どういう。ママ、話は後で。おそらく脳にかなりの負担がかかっているわ。どこかで休んでもらいましょう。ですが、そうこうしているうちに元の時代へ引き戻されてしまうのではないですか。それは大丈夫よ。私も弱いけれどレッドストリングス能力者だから。とにかく急いでアジトに戻ろう。若菜さんは少し眠れば大丈夫そうよ。脳に異常はないし、一時的な疲労の症状みたいね。そう、大事じゃなくてよかったわ。お袋はこの時代にとどまれるって言ってたし、しばらくは休んでもらおう。若菜さんがベイブの研究データを知識として持っているということなら、少し巧妙が見えるな。そういえば、ベイブの中で出た話で少し気になることがあるのだけど、あそこでは怪異が意図的に作り出されていたけど、ニューヒム家の怪異化技術も同じようなものなの。おそらくな。
ナオミちゃんが撃たれた銃弾が特殊で、中に重粒子が込められていた可能性が高い。ニューヒムカがどこまで重粒子について掴んでいたかは俺も探りきれなかったが、しかし重粒子を銃弾化できるような技術があるなら、断絶の帯をどうにかすることもできそうなものだがな。トゲツもニューヒムカもできていないということは制御が困難なのでしょう。粒子量が関係あるのかも。なあ、断絶の帯って重粒子でできてるんだよな。じゃあ空から降ってくる貝も元は何かの生物なのか。鳥じゃないよね。断絶の帯があるのは生存系あたりって習ったし。でも他に生き物って。断絶の帯の外、宇宙からやってきていると考えるのが妥当だろうね。例えば月から。ほぼ正解。断絶の帯の外側にある月のステーションから生物の遺伝情報が投下されているってことらしいわ。怪異の効果自体も月の差し金ということか。俺たちがいくら討伐しても怪異は無限に生まれるわけか。ひどい。地球に住む人たちを何だと思ってるの。許せない。だよな。けどまあ、月の人間も怪異化から逃れるのに必死だったんだろうな。だから許せってわけじゃねえな。月の科学技術なら何らかの対抗手段もあったんだろうが、増えすぎた人類全てを救うのは土台無理な話だ。ポープ博士の記憶にも残っているわ。怪異の脅威に怯える人々の姿が。さて、若菜さんに話を聞くにもしばらくは待機だな。サボ、もとい休息時間ってことで問題ないね。いいよ、言い直さなくても。堂々とサボってくれ。この先の話はお袋の目が覚めてからにしよう。ว่าจะงงๆหน่อยนะครับครับก็สรุปนะครับกันว่าคาซาเนะได้พาแม่ของยูริโตะนะครับมาจากอดีตเลยนะครับเมื่อ11ปีที่แล้วเพื่อที่จะมาหยุดแบ็คโฮนะครับก็โอเคครับสำหรับวันนี้เราก็เดินทางร่วมกันมาพอสมควรแล้วนะครับเอาไว้พบกันใหม่พาร์ทหน้าตอนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนหลับฝันดีฝันเห็นดีกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ